俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、電動車両が弱体化してるんじゃないかって話、続報来たんで、まとめていきます。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、ギナーさんは先ほどツイッターの方で言われてました。まあ、こんな感じですね。まあ、電動車両の方ですね、まあ、弱体化したんじゃないのっていう話があったけれど、違いますよっていうふうに、言われてますね。うん、まあ、僕動画でも言いましたけれど、そんななんか変わっているようには、思えないけどねっていう話はしたんですよね。若干まあ全車両浮きやすさはあるかもしれないかなと思ってるんですけれど、そういうコメントもあるんですけれど、でも前ボタンずっと長押しで運転しないんで、どちらにしろあまりなんかね、それを感じることは少ないっていうな感じですもんね。はい。まあちょいちょい車の方ね、浮きやすくなったりとか、重くなったりとかありますもんね。まあ昔、1、2年前ぐらいで言うとね、車体が全部重くなって、機関 Z とかがめちゃくちゃ強くなったってこと、まああったの皆さん覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれど、あんな感じになったりとか、まあ、逆にそのマクラーレンちょっと浮きやすくなったりとか、全部浮きやすくなったことによって、まあ、ランボがね、ティッシュぐらいに軽くなったとか、そういうこともありましたけれど、まあ、そういった具合でですね、まあ、ちょいちょい、まあ、その、全部なんかね、そうやってね、軽くなったり重くなったりっていうのは、なんかのそのアップデートが来るために、ちょっとずつ変わってるっていうのは、まあ、あるんですけれど、まあ、電動だけがってのは、ちょっとあんまないよなっていうふうには思っていたんで、まあ、そんな感じでね、まあ、変更はないっていう。まあ、こうやって言うってことは、まあ、別に電動車両を弱くする気もなく、ね、今後もまあ、同じ感じで、まあ、強い状態で使ってくださいねっていう、まあ、そういうね、宣言をしてるっていう動画があるんで、まあ、電動僕の車両欲しいなっていうふうに思われている方は、ここに対して引き続きね、まあ、課金だったりとか、なんやかんやすればいいのかなっていうふうに思いますね。なんか、結構、AM の方もですね、軽くなったっていうふうに、銀杏さんの、そのリプの方にもあったらしいんですけれど、いや別に電動変わらんよ俺運転してるけど、そんな変わらんよ。まあ、崖の上から落としたりとかしたら、前よりも起き上がりづらくはなったよ。しゃかりやすくはなったけど、じゃあまあそもそも崖から落とすなって話であって、違うね、落とし方をすればいいだけの話ですから、まあそんな感じなんですけれども、一応まあ違いはないっていうふうに言われてます。で、一応その浮きやすくなった、すべて車両が浮きやすくなったってのに関しては検証中って言われてるんで、まあこれはちょいちょい起きてるからね。うん。前アップデート。まあ、別に、否定しようが肯定しようが実際あるやつだから、ね、多分これ検証してもね、そんな変わんないっていう風に皆さん言いそうっすよ。うん、だってそんな、俺があんま感じんからさ、ね、そんな開発者みたいな、ようプレイしてない人からしたらそんな感じんでしょうし、ないよって言いそうなあれですけれど、まあ、そんな感じっすわ。まあね、前ボタンずっと押しっぱなしで運転したらね、車、ダメっすからね、ちゃんとその、デコボコがあったら減速したりとか、若干そのデコボコに対して、斜めに入るようにして、しゃかりづらくするとか、まあ、そういうことはこういうことをしないといけないんで、まあ、脳死でそら前ボタンを押してから運転しようったらそれしゃかりますよっていう風に思いますけど、まあ、そういうことしてなかったらね、別にちゃんと減速したりとか、その地形に合わせた運転をしておけばしゃからないからですね。まあ、実際その自分で免許取ったか取ってないかによって、この運転のどこまで気を使うかっていうのはかなり変わりそうですよね。実際の車運転したことある人の方が多分ね、気の使い方は違うと思うんで、あ、ここはちゃんとこういう風に入らんとしゃかるよねっていうね、あんまうまくいかんよねっていうのは実際の車でもあったりとかするんで、免許を取りましょう。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、オレンジチケットとか紫ヤクの10チケットが君潰し回るようにしてほしいと、まあ、というかまあそういうね、まああんま使ってないチケットとかを使う手段っていうのが欲しいですよね。ずっと思うんですけど、消費物にさ使えるようにすればさ、使い道めっちゃ増えるから、それでいいと思うのにね。例えばその解明カードとかね、まあオレンジのチップ100個で解明カードを買えますよとかだったら、オレンジチップの回収もできるしさ、なんかそういう使ってないものを使っていろいろできるっていう、なんでそのスキンしか交換できないよとか、まあ、そんな感じにするんですかね。消耗品になんか使えるようにすれば一番なんかいいと思うのに、ね、例えばオレンジチケットをね20枚使って補給勲章1つですね買えますとか、無限に買えますっていう風にしたらさ、買ってそれでもう一気にオレンジチケットみんななくなって、でその後コラボレーションでオレンジチケットで交換できるスキンとか実装しとけば、もうだって枯渇してやばい貯めないといけないっていう風になっていい流れを作れると思うんですけれど、なんでそういう使い方をしないのか僕にはわからないです。まあ実際だってね、枯渇したオレンジの10チケとかはすごい今需要あるでしょう。まあ、あいつのためになんかいろいろ頑張るみたいな、まあ、ワンチャン無料で手に入る時もあるから、まあ、そこら辺でねなんかいろいろ頭使ってやっていこうみたいな考えられている方って多いと思うんですよ。まああれのおかげで金のパラシュートのイベントとか参加率多分半端なかったと思うもんね。まあそういう風に考えると、まあ、やっぱりねそういうなんか考えた方がいいっすよね。枯渇させるだけで、まあ、やっぱりイベントの参加率って全然変わると思うんで、金のパラシュートのイベントでオレンジ10チケットを作るためにまあいろいろなんかね普段あんま
ませんけれど、ちょっとしましたって人多いと思うんですよね。そういうの大事だと思うんだけどな。まあ紫の10チケットとかもね、例えば3枚使って高級勲章1つ交換できますよとかしたら、それでダイヤガチャ回せるわけでしょうね。でダイヤガチャ回してオレンジ10チケット作ったら、まあ間接的に紫の10チケットっていうのをオレンジ10チケットにまあ昇格させるようなシステムもできますし、まあ、それによって紫の10チケットっていうのを一気にその回収することができると思うんですよね。これ大事だと思うんだよな。これ結構いいと思うんだよ。そういう消耗品にまあ使わせていくっていうのは非常に大事かなっていうふうに思いますね。で次ですね、車両の中級チケット使い道ないから交換できたらいいなと。なんかね、車両中級チケットも使い道実装すればいいんですけどね。まあ10枚使って金車の拡張できますよみたいな、今のその金10みたいなシステムで、まあ間の拡張で車両のオレンジチケットがまあ必要になる場合があるっていう、まあ割と最初のタイミングでまあそういうのを実装して、一応そこでも等級上げれますよっていうのをしたら、まあ割とですね、なんか喜ばれると思いますし、それでまあオレンジの車両チケットっていうのも回収できると思いますから、でこれで当てたら気軽にオレンジの車両チケット使うだけで等級上げて、それだから普段の使っている車よりも強くなるんだったらこれでいいじゃんっていう風に考えて拡張させる方が多いと思いますんでね、それ結構してもいいと思うんですけど、どう思います？で次ですね、ボットが出るようになってキルデで強さを押し測れるか測れないか微妙な時期に戦績非公開提案して実装されてキルデの文化に取り戻された。その頃ゲイラも盛り上がってきているところだったから一気に流れて通常マッチは完全にされたと。懐かしいですねこの流れ。やっぱりねボット実装マジですね、先般すぎるんだよね、あれやってることバカなんだよね。あれキルデとかさ、平均キルの方でまあ、その人の強さが測れた時代って分かりやすかったんですよね。数字見れば一発やったから、マウントとか発生戦があってもだって数字見りゃ分かるし、まあ、あれで結構ねワンチャン、その例えば無名と言われている人たちがまあ、チームに入れて、そっからまあ成長してまあ、今の有名人みたいな感じになっていくってことはまあ、よくあったのに、なんかもったいないよね。あれ消したの完全にあれ先般だと思うね。実装提案したやつさ、やばいでしょ。ボットのおるんすかね、まだ会社の中に。折れるんすかね、そんなやつも。どうなんですかね、あの文化の破壊はやばい、やってること。まあ、全くこの運営はゲーム見てないんだな、みたいな。してないんだな、みたいな。そういうのはまあ、あくまでポーズなんだなってのが分かった、まあ、一番のですね。まあ、その理由かなっていうふうに、まあ、思いましたね、あれは。めっちゃ良かったのに。あれでワンチャン生まれてましたもんね、その数字持ってない人とかも。荒野の光なんかいらんかったもん、だってあれがあるから。いや、本当にさ、バカすぎるんだよね。大会の合間とかに通常に入っていろいろみたいな文化とかもできたと思うんですよ、残ってたら。ね、通常回す理由っていうのも、まあ、あれがあったおかげでできていて、それでまあ、ユーザーのね、まあ、言い方悪いですけど、時間を奪ってから、より怖い行動に依存させるってこともできたと思うのに、いや、あれはアホですね、本当に。金車実装したのとあれは本当にアホ。何やってんのみたいな、当時も思いましたし、今でも思います。あれを正解だと思ってるんだったらそれはバカです。自分のその低能具合をね食いた方がいいよ。でも誰なんすかね、あのボットの実装提案したやつね。まだ会社残ってないやったらさっさと退社した方がいいっすよね。無能なんで仕事したふりしてんじゃねえよって感じですね。いいところだけ見てるんじゃなくて自分の提案した部分の悪いところも見た方がいいっすよ。いやでも逆にでも良かったですね。あれが実装されたことによってこの運営がどんな運営かってことが分かったんで、まあそういうね怖い行動の技術を高めようかなって思った時期もありましたけれど、あれで早めに判断できてよかったです。このゲーム上手くなるために多くの時間を使わなくて正解だったなっていう、僕の選択が正しかったなってことを教えてくれたんで、逆にまあありがとうございますですかね。いや良かった、マジで無駄な技術つけなくて。で次ですね、5050好きだったから復刻してほしいと。5050ね、まあ、あれだって中盤ぐらいからさ TK 合戦になるからね、まあ、むちゃくちゃになるもんあれ、むちゃくちゃなレジャーだから。やってる、だって TK 合戦にならなかった試合がないもんね、あれやばい。まあ唯一あの VC がねめちゃくちゃ荒れるってのがまああれ面白かったんですけれど、いやーあれはね、まあ、面白かったですけれど、まあ、逆に言うとまあ出落ちでもあるからねあれね。で次ですね、君好きならフェイスマスクとかおしゃれ迷彩とか人気のやつ取り入れそうと。あーどうなんですかね、そこら辺なんかあんま使いたがってないイメージはありますけれど、まあ、プロメテウスのなんか色違いとかもいくつか出てますけれど、まあああいうのを一つね、なんかあの秘密物資の高い方のですね、あの交換用アイテム使って結構多く使ったら交換できますよとかしたら、まあ量バランスなんじゃないですかね。荒野行動運営が回収したいものとユーザーが欲しいものっていうのがまあ合致してくると思いますんで、それやったらまあ悪くないですよね。で次ですね、なんでここまでガチャ出してくんの、売上ランキング下の方だったらしいけれど、それが関係しているのかなとね。ちょっとガチャ多く感じますよね。ガチャ多く感じますけれど、実はその1ヶ月あたりのガチャ個数で考えると、まあ昔の方と今の方最近の方であんまりね頻度変わってないんですよね。1年前と今で考えるとあんまね実は頻度変わってないっていう、先に全部発表してしまっているから多く感じるんですけれど、まあ実はそんなね、栄光がない分ね、新しい栄光がない分、実はそんな
頻度が変わらん。新しいパックがない分ね、実は頻度が変わんないっていう。で、次ですね。銀杏さんの顔全部パソコンに保管って、銀杏さんラブですね。保管してるのもすごすぎますと。使えるんですよ、銀杏さんの顔。だって、フリー素材ですもんね。めちゃくちゃ使えるんで。まあ、よう使ってますよ。はい。まあ、いろんなコラ作るときとか、あとはまあ、いろんな人のね、リプに貼るときとかに、まあ、忘れてるとね、保存してないと、探してもね、結構昔のやつだったりすると、結構なんか、探すのめんどくさかったりするんで、もう銀杏さん専用フォルダっていうのをパソコンの中に作って、そこにもう一律で全部入れてますね。20枚ぐらいあるんじゃないですかね。まあ、それでいつでも使えるようにっていうのはしてますね。はい。最近動画でも使えるんで、違う使い方っていうのも編み出して、これいい使い方だなと思ってるんですけれど、まあ、これは教えられないですね。